じゃあ一番自立しているというか甘えん坊じゃない10位を発表してもらいたいと思います。はい、じゃあまず第10位は生田さん。出るここで、はい、出ちゃいました。出ちゃいました。自分でも10位です。じゃあ先に石田さんはなんで10位にしたか教えて。生田さんは、うん、我が道を行くっていうタイプだと思うので、うんうんうん、なんか一人でも何でもこなしそうだなって感じです、うんうん、そう行動力とかすごいですもんね、生田さんは。そうです。でも、うん、そんな甘えん坊じゃない人が私に超なんかしますかね。あれ恥ずかしい。あれあれ、そんなことしてんの。してないですよ。捨てるって言ってるよ。証拠写真があるんですよ。証拠写真が僕に載ってる。もうや恥ずかしいですね。まあでも10位ですからね。そうです。でもあゆみちゃんが言った通り、私も理由は自分はそれです。自分で一人で何でもやっちゃうっていうのが、でもいつも生田はみーずんきん、そう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 、みーずんきんって言われる。こう周りに助けっていうか、福ちゃんに助けを求めてるイメージ。あ、そう。じゃあ福ちゃんに甘えてる。福ちゃんに甘えてる。なんかよく、こう、なんですか、歩いててもこうやってこうやってやってる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 。もうこれ以上穴を掘らないでほしい。では、発表してもらいましょう。第3位は福村さんです。おー、いや、真顔だな。いやいやいや、まあね、そう、じゃあとりあえず3位、福村さん、なぜ福村さんは、うん、なんだろう、自覚なしに甘えてる気がします。わかるわかる。出ちゃってるってこと。そう、なんか甘えようとしてないけど、甘えようとしてないけど甘えちゃったりとか、うん、おっちょこちょいだったりするから、うん、人に助けられてるかなって。なるほど。まあでも本当にメンバーに助けてもらってるなと思う。なんかいろんな部分で、例えば、うん、スプレー忘れちゃったとか言ったらエリポンに貸してとか、うん、なんかそういう忘れ物が多かったりとか、うん、なんかたくさん助けてもらってます。泣く、大丈夫、泣かないよ。ティッシュ、ティッシュいますか。みずきちゃんはこの9期、10期、11期の中だと一番お姉さんなんですよ、うん、だからいつもお姉さんとして頑張ってくれてるんですけど、うん、でもみずきちゃんもともとハロプロエッグだったから、うん、その時の年上のメンバーに会うとすっごい抱きつきに行ってて、なるほど、じゃあ本当は甘えん坊なんだなって思います、うん、あ、なるほどね。メンバーには見せないけど、はい、上の人が来ると甘えちゃったりもすると、ほう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 。確かにさ、生田がよくさ、みずきとか言ったりとかさ、他のメンバーだと今無理とか言うのにさ、福ちゃんは一緒になって、なんかエリポンみたいな感じだもんね。だから、うん、お互い相手がいないと何もできないんじゃない。コンコンだ、一人で心が覚えて、コンコン、よかったね。第2位は生田さん。今ヌーの頭で見えなかった。ごめんごめん、申し訳ない申し訳ない。まあ、さあ2位でございます。まあまあまあ2位ね、2位上ですけどね。結構上でしたね。そうね、私今日3回とも全部上から2番目っていう中途半端な感じになって中途半端じゃない、上の方だから結構ズタズタ言われてるよ、うん、そうですね、結構言われてますね。そうそう、じゃあ理由いきますよ、はい、まず1つ目、野菜を食べないから。あー、理由じゃないの。最近食べてるよ。頑張ってんの。ちょっとずつ頑張ってるよね。そう、でも基本は全部私にくれます。ほら、甘えちゃってるじゃん。ランチとかでついてくるじゃないですか、うんうんうん、そういうのも何も言わずもう置きますね、私の前に。あ、そう、はい、でもそれは福村さんもちゃんと受け入れてあげてるんですよね、うん、サラダ好きだから食べちゃうんだよね。あー、なるほど。他、エリナ分かんないからやってって押し付けそう。やって、聞いたことある。日常だよね、これ。結構ありますね。あります。あります、自分でも認める、はい、じゃあ、うん、結構甘えてるんじゃないの。じゃあ、うん、そうなってくると私の中でそれは甘えに入ってないです。何なのそれは。頼み事。頼み事。